ディープキックの防衛戦で、その時は負けてるんで、今回ホースカップの防衛戦は、殴り倒したいと思います。お客さん分かるか分からないかぐらいの感じで足を攻めて勝ちたいと思います。自分から先手先手を打って相手に何もさせないように、圧勝して KO したいと思います。ご来場のお客様に、最高の KO を見せたいと思います。応援よろしくお願いします。久しぶりのホーストカップなんで、大阪ですし好き勝手やらせてもらいます。応援お願いします。お前ら俺のことちゃんと応援してくれるか。これより第9試合、本日のトリプルメインイベント大阪カップ日本ライト級タイトルマッチ3分3ラウンド両選手入場です。はじめに青コーナーよりチャレンジャー池上浩二選手入場です。青コーナー池上選手には激励賞が届いております。続きまして、青コーナーより大阪カップライト級王者辻田優斗選手の入場です。No!
試合に先立ちまして王者辻部優子選手よりチャンピオンベルトが返還されます。第1ラウンド終了。
Yeah!
って、はい、膝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 、試合を一時中断いたします。ローブロー、下腹部への攻撃が辻出優子選手に入りました。ダメージからの回復を待つため試合を一時中断いたします。30秒。採点の結果をお伝えします。ジャッジ三沢岡30対28、赤辻出、ジャッジ三沢岡30対28、赤辻出、ジャッジ三沢岡30対28、赤辻出。以上3回以上をしまして、勝者赤コーナー辻出
辻出優子選手、大阪府で日本ライト級王者、そちらにカンカンゲルトが、ハンプの方向の武蔵さんにカンチェルトが申し出されます。さあ、辻出優子選手にお話伺いましょう。これで前の鍵をですね、辻出優子選手に返せたんじゃないでしょうか。はい、お前のことも晴れてほっとします。やっぱり1回目にひどかったので、そうしきなかったんですけど、1回目がダウンでなくて、続きを見ます。ダウンでございましたよ。はい、でも、あれはほんまに無意識で左に取れたので、すごいな。そしてですね、今後の目標は大将の森さんも含めて、皆さんに何かお願いとかあるんじゃないですか。あの、大きな思いはあんまりしないで、あらかじめ試合を行っていきます。ありがとうございました。見事、タイトルを防衛いたしました、辻出優子選手でした。お前と大きな拍手を送ってください。